耳で読む猫のダルシーの物語。6、寂しさに耐える。聞き物語。日々性病に近づきながら私は満足していた。私の人間は私を愛してくれていたし、私に何をしてくれたらいいのか知っていた。私のトイレ用砂場を清潔にして、きちんきちんとツナを食べさせてくれる。遊んでくれるし、私がどのくらい素晴らしい猫か聞かせてくれる。彼女は私の毛を撫でるのが好きみたいだし、私の特別さも知っていた。人生はうまくいっていた。本当にうまくいっていたのだ。不安で惨めな2日2晩、彼女が私を置き去りにするまでは。ある朝、彼女は出かけて行って、私はいつものように彼女が帰ってきて一日が終わるのだとばかり思っていた。午後遅く知らない人間がやってきてご飯をくれた時、ようやく何かおかしいとわかった。何時間経っても私の人間は帰ってこなかった。私は動揺した。彼女はどこ？どうして帰ってこないの？フェリーでの事件を別にすれば、これは私たちの最初の別離だった。2日目も同じように過ぎた。私は彼女に捨てられちゃったの？みなしごになっちゃったわけ？二度と彼女に会えないの？私の世話をしに来る人間は親切だった。私が泣き立てれば私を抱き上げて台所で話しかけてくれた。私は混乱していてお礼も言わなかったけど、私の人間はどこ？もう私を嫌いになっちゃったの？毎日毎日私といなくても平気なの？私には彼女が必要なのに、今なら認められる。私は彼女を必要としているのだ。3日目の夕方早く、私の人間は帰ってきた。車が車寄せに入る音を聞いた時、私は怒りと喜びに声を上げた。彼女だ。彼女が帰ってきた。彼女は階段を駆け上がってきた。私を見ると本当に嬉しそうに笑った。ダルシー、ダルシー、会いたかったわ。この3日間の長かったことったら。私は彼女の腕に飛び乗って頭を彼女の顎にこすりつける。そして今までで一番うるさく喉を鳴らした。彼女が帰ってきた。私はみなしごじゃない。私は彼女の手が私の毛に触れる感触を味わった。彼女の声の心よい響きを楽しんだ。彼女は私をベッドに連れて行った。私は彼女の上や周りを歩き回った。彼女の足の先から頭のてっぺんまで私は探検し、匂いを嗅ぎ、舐めた。頭で彼女の顔を突っつき、顎を押し、お腹の上をぐるぐる歩いて T シャツをこねた。私の人間が帰ってきた。私の毛を指で拭きながら、彼女は私の顎の下をかいて歌を口ずさんだ。私から離れた旅のことを話した。そして私の名前を繰り返し口に出した。あなたの名前は何？なんていう名前なの？あなたはダルシーかしら？かわいいダルシーなの？数十分過ぎても私はまだ彼女に構っていてほしかった。とうとうお腹の上に別の地図を描き、私は眠りに落ちていった。3日前に彼女がいなくなって以来、初めてぐっすり眠ったのだった。彼女もまた眠った。私たちは一緒に目を覚まし、彼女は私にご飯をくれた。そしてまた彼女は毛布にくるまって、私は彼女の頭にくっついて丸くなる。そうやって一晩眠る間に、私の恐怖は消えてしまった。それでも私は困惑していた。自分が彼女の愛をこんなに当てにしているなんて思っていなかったから。もっともルールは維持していくつもりだ。彼女は
私をみなしごになんかするべきじゃない。今度だけは許してあげるけど、誰が主人で誰がしもべかはっきりさせなくちゃ。私は私たちが一緒に生活していく上での6つの要求、もちろん彼女が私に奉仕するのだを教えてあげるつもりだ。